ピップ大雪パーキングエリアより大雪山を望むピップ町は北海道中央部上川盆地にある町。中心産業は農業で夢ピリカ米発祥の地。その他にも大雪山が世界一綺麗に見える町でもある。町名の由来はアイヌ語であるが諸説あり、シリマシホの説ではピピペが点火し、ピッペ。ピップあるいは ピッピへと変化したとされるほか、ピオプオを由来とする説も存在する。日本の自治体の中で、唯一パ行で始まる自治体である。キャッチコピーは、スキーとイチゴの街。上川盆地の内陸的気候を帯びて、寒暖の差が大きく、7月中旬から8月上旬にかけては、摂氏30度を超える日が続き、1月から2月にかけては、 氷点下25度以下に下がることもある。5月から9月にかけての濃厚期の平均気温は、摂氏16度程度で、水筒の主産地形成を容易にしている。道内でも、積雪地帯といえ、11月下旬に、寝雪となり、平年は、平地で1メートル程度の積雪となって、4月中旬に、融雪期を迎える。スクールバスを2台保有しており、 乱流など遠方からの通学の手助けしている、ピップ駅、ありがとうございます。